今シーズン成績を残さないと厳しい結末を迎える可能性が高い選手ということで、今回セリーグ編をお送りします。近年若手の育成を重視する球団が増えてくる中、今の在籍球団をクビになるとなかなか拾ってもらえそうもないのが今のプロ野球界の現実です。今シーズンに今いるチームで存在感を示し、なんとか確固たる役割を確立したい各球団の崖っぷち選手たちを集めました。寺島成輝、東京ヤクルトスワローズ。昨シーズン前年の最下位から日本一にまで上り詰めた東京ヤクルトスワローズ。奥川、高橋などの高卒投手が順調に成長すれば、野手でも村上が高卒4年目でシーズン MVP に輝くなど、続々と若手が輝きを放っています。ただそんな中、なかなか成績を残せていないのが、2016年ドラフト1位で入団し、今シーズンプロ6年目を迎える寺島選手です。2016年のドラフト会議で単独1位指名を受けた寺島投手は、2017年に1軍でプロ初先発を果たすと、2020年には中継ぎ起用で30試合に登板しました。同年はプロ初勝利も記録し、プロ入り4年目で頭角を現したかのように思われましたが、さらなる期待を受けた昨シーズンはわずか1試合の中継ぎ起用に終わります。また2軍では21試合の登板を見せましたが、6勝8敗という成績で防御率 4.80 という物足りない内容でした。同じく2016年ドラフトで入団した高卒選手には、山本由伸、今井達也、堀瑞希など一軍で結果を残している投手が多くいて、また一方ですでに球界を去った同級生もいます。そろそろ寺島投手も結果を出したいところであり、一応ドラ1位投手ということで長い目では見られそうですが、今シーズンの成績次第では戦力外とはいかないまでも、もしかしたら背番号が大きくなり、さらに3桁の数字になる可能性もありえない話ではないです。高山俊、阪神タイガース。東京六大学野球通算安打記録の保持者であり、ドラフト1位で阪神に入団後、プロ入り1年目の2016年には打率2割7分5厘、当時の球団記録を更新する136安打を打ち、セリーグ新人王も獲得、華々しいデビューシーズンを送った高山選手。その後もさらなる成長を見せていき、ゆくゆくはプロでもリーグを代表するヒットメーカーとして活躍していくかと思われました。しかし2年目のシーズンでは交流戦あたりから打撃不振に陥り、打率2割5分、安打数82、打点24と大きく数字を落として2年目のジンクスにはまってしまいます。3年目は開幕戦こそ1番打者としてスタメンに起用されましたが、さらなる打撃不振で打率1割台という成績に終わりました。2019年には105試合に出場したものの、新人の近本が攻守で活躍し、センターのレギュラーに定着、完全に追い抜かれてしまいます。そして昨シーズンはついにプロ入り始めて1軍出場なしとなると、2軍でも2割前半の打率に終わりました。高山選手の成績の下降とは逆に、近本はリーグを代表する外野手へと成長し、さらに昨年は佐藤が加入して1軍に定着します。なんとかオフには700万円ダウンの推定年俸2300万円で契約はできましたが、今シーズンこそ結果を出さないと、数年前にクビになった同じ六大学出身で左打ちの外野手だった伊藤隼人のような結末をたどることになりそうです。重信慎之介、読売ジャイアンツ。重信選手は早稲田大学から2015年のドラフト2位で入団した、今シーズンで29歳のシーズンを迎える選手です。俊足を武器にプロ入り以降1軍には定着していますが、ダイソー守備固めでの起用が多く、なかなかスタメン出場することができていません。プロ入り3年目の2018年には松坂大輔からプロ初ホームランを放つなど、打率2割8分1厘、47安打とキャリアハイの成績を残し、打撃の成長が見られ、さらに2019年丸が加入しても自己最多の106試合の出場を果たします。しかしその後は次第に出場機会も減っていき、昨シーズンは73試合の出場こそありましたが、スタメン出場はほとんどありませんでした。また同じ左打ちの松原が一気に外野のレギュラーに定着したこともあり、一層厳しい立場となってきています。そこに実力者である丸や梶谷がいて、外国人助っ人が入ってくると考えると、重信選手が割って入るには相当打撃の向上が必要となってきそうです。足が魅力なだけに原監督には重宝されそうですが、このまま守備固め代走要員となるのか、今シーズンが一つ分かれ目となりそうな予感がします。薮田和樹、広島東洋カープ。2016年から2018年のリーグ3連覇から一転、現在3年連続で B クラスに低迷している広島。しかし野手では坂倉、林、小園など若手が台頭してきて、投手では森下や栗林が軸となり、チームの世代交代が進んでいます。そんな中、
2017年に最高勝率のタイトルを獲得し、リーグ優勝、連覇に大きく貢献した薮田投手は、厳しい立場に追い込まれました。2014年ドラフト2位でプロ入りした薮田投手は、今シーズン中に30歳となります。小さなテイクバックの投球フォームから、150キロを超えるストレートとツーシームが持ち味ですが、活躍した翌2018年以降は結果を出せていません。なんといってもコントロールが安定せず、2018年は9試合の登板で2勝を挙げますが、26.2 イニングで32個の四球を与えてしまい、防御率も5点台後半という数字に終わりました。そして翌2019年も制球力の悪さは治ることはなく、1軍登板は4試合に終わり、プロ入り初めて未勝利となります。そして昨シーズンはわずか1試合の登板に終わってしまい、今シーズンプロ8年目を迎えることとなりました。2021年のドラフトでは、チームは即戦力投手を1位2位で2人獲得しており、その投手たちの活躍次第では、今シーズンも登板機会は巡ってきそうになく、なんとか以前のような輝きを再び見せたいところであります。平田良介、中日ドラゴンズ。キャリアハイの成績を残した2018年シーズン以降、低迷が続いている平田選手。チームは昨年のドラフト上位指名で大卒の外野手を2人も獲得していて、さらに高校の後輩でもある根尾が今シーズンから外野に専念するということで、平田選手は開幕前から厳しい立場に立たされています。2016年オフに FA 権を行使せず、球団と5年契約を結び、最終年となった昨年シーズンは開幕1軍入りこそ果たしましたが、21試合で打率1割5分5厘、0本塁打、4打点と打撃不振により4月28日に登録を抹消されました。以降は2軍での調整が続き、さらに7月4日に体調を崩すと異型狭心症と診断され、そのまま1軍出場することなくシーズンが終わってしまいます。そしてオフの契約更改では1億5000万円の大幅ダウンとなる推定年俸3000万円でサインし、大減俸を食らい、文字通りもう後がなくなってしまった平田選手。もう一度あの豪快なスイングが見たいと思っているファンは多くいるはずです。倉本俊彦、横浜 DeNA ベイスターズ。シャープなスイングでヒットを量産する倉本選手は、社会人からプロ入りを果たし、ラミレス監督が就任したプロ入り2年目の2016年にはショートのレギュラーとなり、157安打、打率2割9分4厘の成績を残し、さらに翌2017年には全試合に出場しました。しかし2018年に阪神から大和が加入すると、ショートのポジションを取られてしまい、セカンドにコンバートとなります。また同年は打撃不振も重なって85試合の出場に終わり、2019年には首脳陣にショートとして勝負させてほしいと直訴し挑むも、大和の守備力にはかなわず、キャリア最低の24試合の出場で打率も1割2分1厘と低迷してしまいました。そして昨シーズンはセカンドに牧が定着し、新人離れした成績を残す一方で、倉本選手は怪我もあり、46試合の出場にとどまり、打率2割0分8厘、ホームランも0という結果に終わります。セカンドには牧、ショートには高卒3年目の有望株森がいて、大和も健在、さらに今シーズンからベテラン藤田も加入しました。なんとか自慢の打撃センスで今シーズン復調しなければ、年齢的にもそろそろ厳しい状況です。いかがだったでしょうか。どの選手も今シーズンが最後となるかもしれませんね。野球ファンとして今シーズンにかけるこの選手たちに注目していきたいと思います。